皆さんこんにちは。京都市交響楽団首席オーボエ奏者の高山郁子と申します。第27回京都の秋音楽祭において大目玉であるコンサートが11月18日京都コンサートホール大ホールで開催されます。ニーベルングの指輪より沼尻マエストロがハイライトとして選ばれた曲を演奏させていただきます。私たち京都市交響楽団は琵琶湖ホールにおいてワーグナーの名作であります9作品を沼尻マエストロと演奏してまいりました。なんと今年はワーグナーのメモリアルイヤーとしてこの私たちが本拠地である京都コンサートホールでこのワーグナーの作品を再演できることをとても嬉しく思っています。特にオーボエとなりますと歌手に寄り添ったメロディーっていうのがたくさんありまして、その内面的な表現のソロでありましたり、突如と来る長い休憩の後に、長い休符の後ですね、に突然と低音で鳴らさなければいけないちょっと究極の演奏もあったりもするんですけども、それを超えてこの曲という壮大さを体感できるっていうのはやはりワーグナーの曲としてとても魅力的だなぁと思うところだと私は思います。公演本番を迎えるにあたってやはりあの対局をリハーサルしていくわけなんですけども、その初日の第1音目のマエストロの一振りっていうのがもうすべてその世界観が現れていまして、このマエストロの指揮から私たちこう音楽を導いてくださるんだなって思うと、少し難しい部分であったり長時間の演目であるんですけども、それを忘れさせられて音楽の世界へ踏み込んでいく、なんかそんな感じでやはりとても信頼感のあるマエストロだと私は思います。この壮大なワーグナーの作品をこのように演奏させていただけることの光栄さはもちろんなんですけども、再演できるということに本当に私は喜びを感じています。どうぞ皆さん演奏会ぜひ聴きに来てください。よろしくお願いします。